ジェン君、ポンちゃんと入れ替わったんだね。ポンちゃん、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 いい子だね。トイレでおしっこしようね、ポンちゃん。
ちゃん。トイレでおしっこできるポンちゃんはいい子だね。ジャン君。してるはずだよ。よいしょ。トイレをきれいにするのを、どうしてもマオイママさんの方が頻度が多くなるので、なるべく簡単に外にされないようにですね、これを兼パパはもうちょっと協力してみようと思います。おしっこしたらすぐ片付ける、これ理想なんですけどね、なかなか難しいですが頑張ろうね。ポンちゃんは偉いです。トイレでおしっこをした後、砂はかけませんでしたが走り回っています。そしてジャン君はポンちゃんのおしっこを砂をかけてくれています。ポンちゃん、ポンちゃん、トイレでおしっこしたのは偉かったよ。でも砂はかけようかな。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん。
高だね。ポンちゃんになでなでをしながらトイレでおしっこしてねと語りかける、これが効果を呼ぶとはクロケン本人は思っていませんが、でもね、一日のうちでいいことがたくさん起きる、なでなでしてもらうことはこのポンちゃんにもジャン君にもいいことの一つだと思うんですが、嬉しいことね。これが毎日いっぱい起きるっていうことは、何かいい風にこうなるんじゃないかなと思っています。こもれも内から発症する、民間療法といったところでしょうか。はい、じゃんけん。あ、水だったんだね。部屋が狭いね、やっぱりね。早くもう一個の部屋に行けるしないとダメだな。また後でね、遊ぼうかね。ちょっと仕事するね。